我々の投球に反応したか。マリンの仕業だ。事前に魔力防御壁で覆っておいて正解だったな。わお、町を丸ごとバリアで覆ってしまうなんて、さすがはお姉様ね。とはいえこの範囲をカバーする分防御は薄くなる。持ってあと2発か。今ので消えたな。うそん。対空魔力一斉走射、キャメロットに微塵の被害も出した。敵団消失。みんなよくやった。ですが次は持ちません。マリ飛ばしてくれ。
ンの弱点は胸部に隠れた核だ。駆け上がって一気に叩く。メイオダス殿に続け。溶かしてあげましょう。勝者はすでに決まっています。メリオダス殿の大事な剣が。どうかの議論はさておいて、ひとまずこれを返しておこう。神器ロストベイン。10年前、団長殿がキャメロットの質屋で売った後、私が買い戻しておいた。利子は高くつくぞ。団長の神器、マーリンが持っていたの？いささか出費がかさんだがな。神器解放。なんだ、一瞬メリオダス殿の体が。なんという切れ味と早技。たった人たちであの巨獣の腕をバラバラに。
団長殿のフルカウンターを学習したか。まさか5本同時にぶっ放す気か。ダメ、団長でもあの数は一人じゃさばききれ。メリオダス様がここに。クルッカウンター。おりゃまあ、格ごと吹っ飛ばしちまったかな。
よう。ああ、ジャンコか。ジェリコだ。こんなところで何やってんだ。お前がどっかに行くみたいだったから気になってちょっとついてきただけだ。うわ、めんどくせえ。おい待て。溶かしてあげましょう。なら早くしろ。眠くなってきたぜ。選択肢はたった一つ、死のみ。は西洋の森。本当に妖精王の森はまだ生きていたんだ。妖精王様だ。なんだありゃ。本当だ。あれはシスカ、エンデ、メリク。裏切り者のハレクイン。あなたが700年前出て行ったせいでエレイン様は、あの時森は完全に消滅するところでした。でもエレイン様に大樹の種を託されたあの方によってこの森は再び蘇ったんです。別に俺はただ種を植えただけさ。おかえりなさい妖精王バン様。バンが妖精王。来いよ、キング。
エレイン、待ってろよ。何をしてでも必ず俺はお前を生き返らせる。妖精王様、私たちにも力になれることはないでしょうか。だったら俺を妖精王と呼ぶな。お前らのボスはあいつだろうが。森よ、エレイン様を見捨てたあの者に王の資格はない。ならよ、たった一人の女を生き返らせるため、たった一人のダチを殺そうとした俺には王の資格があんのかよ。オイラは親友と仲間たちを助けるためにこの森と妹を見捨てたんだ。なのに仲間を誰一人救えず、アマツさえ親友をこの手にかけてしまった。王国に戻ろうって。そうだね。でも王国が平和になった今、七つの大罪は必要なくなった。オイラはもう妖精王でも七つの大罪でもないんだ。教えてくれよ、オイラは、オイラは一体何なんだ。相変わらずの泣き虫くんだね。ヘルブラム、君は死んだはず。あれ、幻じゃないさ。いわゆる魂って形で兜に宿っているんだよ。君は兜を通してのみ俺っちの姿を見ることができるって寸法。でもどうして。親友のチミのことがほっとけなくってさ。チミの妹君に頼まれたんだよ。もう少しだけ兄さんのそばにいてくれないかってね。それとチミへの伝言、バンを守ってね、だとさ。まったくエレインのやつ、なんでオイラがバンみたいな野蛮なやつを守らなきゃ。誰が野蛮だ。お前大丈夫か。溶かしてあげましょう。勝者はすでに決まっています。確か王国祭の朝だ。買い出しに行ってから。
そんな、ティアンヌは、だって、どうして、記憶が？帰ってやれ。じゃあ、オスロ、リオネスまでの入り口を開けておくれ。うん、いいんだ。妖精王の森は、もうオイラを必要としていない。え？地震か？違う！うわっ！うわっ！森が成長している。はぁ？何言ってる？森がこんな勢いで育つわけねえだろ！ああ、普通は育たない。妖精王の森の胎児の種から生まれたとはいえ、たった20年でここまで大きくなるなんてありえないんだ。命の泉はもう存在しないというのに。いいえ、存在します。数年に一度あの方が森に命を与えに来てくれるわ。俺は用事が済み次第ここを出んぞ。まさか。バン殿、長年にわたるあなたの献身のおかげで森は再び元の姿を取り戻しつつあります。礼を言われるほどのことじゃねえ。俺はエレインのためにやってるだけだ。妖精の王は誰が選ぶものでも、まして自ら名乗るでもない。神樹によって選ばれし存在だとすれば俺も違うぜ。当然だ、人間風情が。ハーレクイーンこそ妖精王にふさわしい。お前はこの森の養分に過ぎないのだから。この森に必要なのはハーレクイーン、ただ一人よ。貸してあげましょう。勝者はすでに決まっています。ゲラード、耳の穴かっぽじって聞けよ。お前に頼まれなくても俺はこの森を出ていくつもりだぜ。それは困る。何？
うしたんだ？森が妙に騒がしい。森がまた育っているのか。いや違う、これは化け物。逃げろ！あの時と20年前と同じだ。魔人族が攻めてきたんだ。しっかりしろチビ。急いでバンに知らせるぞ。広前の出入り口だったよな。開けてくんな。バン、この中にいるんだろ。開けびくともしねえ。どうなってやがんだ。この魔力はゲラード様のもんだっぺ。でもまして、何か嫌な予感がすっぞ。どういてろチビ。バン、はい。溶かしてあげましょう。溶かしてあげましょう。なら早くしろ。眠くなってきたぜ。選択肢はたった一つ、死のみ。はっ。これがあなたの本気ですか。では私の番ですね。ゲームオーバーです。チャージ&ファイヤすでに決まっている。バンと一緒に迷い込んだ人間か。早々にこの森から立ち去るがいい。
後悔せぬうちにな。案ずるな。この男は新たな命の泉としてこの森のために生き続けるのだ。愛する者のそばで永遠に。バーン！てめえ、バンに何しやがった！真珠に選ばれし誠の妖精王を補佐し、森の繁栄のために尽力する。私は自分の役目を果たしたに過ぎん。バーン！フォーラ、ここへは何用だ？それは外で化け物が。あれはなぜだ？なぜ3000年前に封印されし魔神族の兵器が。オイラの故郷で勝手な真似をするな。第五形態イントリー！なあ！ディアンヌ、君にもう一度会いたい。君の顔が見たいよ。今お助けします。グルダ！オイラはやっぱりダメな。ゲラード様、ここは私たちに任せて早くお連れください。君たち、ハレクイン様、どうか逃げて。やっぱあんたは俺らの王様だ。無茶だ、やめろ。ゲラード、離せ。なりません。森は妖精王がいればいずれ蘇りましょう。しかし唯一無二の存在である妖精王を失えば、妖精族は、森はどうなりましょう。どうか皆の気持ちを無駄にせぬよう。ゲラードの言う通りだ。ヘルブラム、みんなが足止めしてくれてる間に逃げた方がいい。チミは今まで自分を犠牲にしすぎた。もっとわがままになってもいいんじゃないかな。ハーレクイン、でっかわいこちゃんの元に帰ってやれよ。うん。けっ！妖精王様、何を。ハルクイン、死に何をする気だ。頼む、一度でいいからうまくいってくれ。神器解放！みんなは欲張りな王様だから、森も仲間たちもディアンヌも全部守りたいんだ。それにオイラが守れなかったエレインの心を救い、今もなお守り続けてくれるバン、君のことも。新霊装シャスティボル。
これで終わりだなんて言わないよね。はいはい、これで終わりだなんて言わないよね。はい。ファイトファイヤー、ウィズファイヤー。はあ。これで終わりだなんて言わないよね。はい。これで終わりだなんて言わないよね。はい。もう休んでいいんだ。バン、妖精王様が目覚めた。え、妖精王様万歳。おいらのこと、よかったなキング。俺もようやく面倒な役とはおさらばだ。バン殿、妖精王と胎児を救ってくださったこと心より感謝する。それと、てめえがこの俺に何を思おうと何をしようと知ったことじゃねえ。だが次エレインに手を出しやがったら迷わず殺すぞ。エレイン様の恩義は必ずお守りする。当然だ。またな。あ、バン、俺も行く。待てバン。もう一度聞くけど、オイラと一緒に七つの大罪に戻る気はない？よろしく伝えてくれ。アルビオンが破壊されたようだ。それも二体別々の場所で。興味ないわね、あんなもの。錆の浮いた古いおもちゃじゃない。愉快愉快。何がおかしいのかしら。まだこの時代にも我ら魔人族に歯向かう者が存在したのじゃからな。どれ行くか。まさか魔力が底をついた状態で行くつもりなの。何、目覚めの運動じゃ。それともこの場所がやられるとでも。はあ、
待て。その慢心が俺たち実界に封印という屈辱をもたらしたことを忘れたのか。ジジイは物忘れが激しいのでな。で、どっちに行くつもりっすか。ん？そうさな。はぁ、西北西は一瞬だけど、アルビオンの倍近い等級反応があったっす。南の反応は妙で、アルビオンが自滅したようなんすよ。まるで自分の力がそっくり跳ね返ったような。ありがとさ。決めた。どうされました、エリザベス様。あれほどメリオダス様の役に立ちたいと思っていたのに、結局何もできなかった。エリザベス様、それを言ったら王国聖騎士の私の立場がありませんわ。ごめんなさい。でも余計に実感してしまったの。メリオダス様には私なんてこれっぽっちも必要ないってこと。遠雷？ううん、雨雲なんて見えん。何事だ！エリザベス様！エリザベス様！マリン！72号か。団長、これってまさか。この距離なら70歩で届くと思ったが、3000年の間になまったものよ。お前は実界のガラン。
チャージ&ファイヤー。これがあなたの本気ですか？では私の番ですね。ゲームオーバーです。勝者はすでに決まっています。ここが人間どもの巣か。3000年前と比べるとだいぶ様子が変化したのは。だが相変わらずうじゃうじゃと群れる習性は変わっとらんか。狭いな。違う。これで少し動きやすくなったが、さてとメリオダス、お前さんとは一度じっくり手合わせしたいと思っておった。残像、いや、この手応え、実像を伴う残像か。次は、後ろ、と見せかけて。上か！なかなか面白い術だが、わしはあまり小細工が好きくない。なんて化け物なのよ。アサオ、ご無事ですか？ああ、私なら大丈夫だ。パーフェクトキューブ。お前さん本当にあのメリオダスなんじゃろうな。まずいわ、このままじゃ。団長はマジックキャンセル、アポート、想定をはるかに超える戦力差。一旦作戦を立て直すぞ。
待て、取引と行こう。ほう、魔人族の王に仕えし実戒のガラントやら、貴殿の手並み、強さは正直想定以上だった。貴殿がその気になれば我らを殺すことなどいつでもできよう。どうだろう、ここは一度引いてもらえまいか。10秒で考えろ。全員を無事にやり過ごし、キャメロットにこれ以上の被害を与えず、ガランを退却させる方法を。代わりにそなたらが欲するものを与えよう。そなたらの目的達成のために必要不可欠なものだ。私になら用立てることが。なんだこれは。マリー、ダメだ、ガランには。どうなってるんだ。お主、嘘をついたな。そんな、マーリン。大魔術師マーリン様が石像に。一体何が起きたんだ。わしは実戒、真実のガラン。わしの前で偽りを口にすれば、何人であろうとその身は石と化す。魔人の王より与えられし、この戒言に抗う術はない。さあ、この罠に砕け散れ。やめろ、やめてくれ。くおお、メリオダスの等級が4400に。メリオダス殿に続け。Thank you.
なら早くしろ。眠くなってきたぜ。選択肢はたった一つ、死のみ。はっ、溶かしてあげましょう。勝者はすでに決まっている。ムツムツ言っておる。メリオダスのやつ、あのすげえ魔力をコントロールしてやがる。お前ぞ、この闇の力、まさか。ここまで
今日が覚めたわい。時とは残酷なものよのう。メリオダス様、裏切りの戦士メリオダス、そして我らに立ち向かう愚か者どもよ、あの世で己の無力さを戒めるがよい。これは魔界の秘術パーフェクトキューブ、さすがのわしにも容易には破壊できんわい。お主らもよほどの興味よのう。このガランを前に生きて立っておった者はそうはおらんのだから、さらばじゃ。多少の運動にはなったが、よしとするかのう。おめえ。